1806年のラーベンスベルク博の領域、ラーベンスベルク博領は神聖ローマ帝国の領法で、12世紀に初めて記録されている。この領法は、ニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライスの東部に位置し、ビーレフェルト氏を主流としていた。12世紀に成立し、1346年からベルク公領、1437年からユーリヒベルク公領、 1511年からはさらにクレーベ公領と連合を形成した。1614年以降はブランデンブルクプロイセンに属し、1719年から民伝公領と共に民伝ンンラーベンスベルクとして統合された。1807年、この両方は新たなベストファーレン王国領となり、1810年には一部がフランス領となった。 1806年当時のラーベンスベルク伯領と民伝荒領の領域と地形図、ラーベンスベルク伯領は、ウンターベイザーベルクランとの山並みによって4つの部分に分割される。北部のプロイシシュオルデンドルフはビーエン山地を越えて北ドイツ低地に至る。トイトブルクの森の南部、ハレ及びブラックベイデ周辺は、ベストファーレンボン地のラーベンスベルク地域を含む。 フロート及びバートエーンハウゼン周辺の東部地域は、リッペ山地のシミア高校へベーザー川沿いに達する。民伝高領との不規則な境界もこの周辺にあり、ラーベンスベルクへのヘルフォルト併合前は飛び地を形成していた。常日の山地の間、ビーレフェルト、ヘルフォルト、ビュンデ周辺の中核部分は、ラーベンスベルク盆地に位置している。この盆地の名称は東白領にちなんで、 後に名付けられたものである。この他、この両方の大部分は現在ラーベンスベルク地方と呼ばれる地域に存在していた。1806年7月時点で本両方は東はリッペ公領、南はレーダカ及びリートベルク薄領と境を接していた。残りの部分はプロイセン領に囲まれており、北が民伝公領、その他はアムトレッケンベルクであった。 1801年時点では、本領法周辺は、北に民伝公領、東にリッペ薄領、南にパーダーボルン市教領、リートベルカ白領、オスナブリュック市教領のトベチアムトレッケンベルク、レーダや南西にミュンスター市教領、西にオスナブリュック市教領と様々な両方が取り巻いていた。この他にヘルフルト市内には、 ヘルフォルト修道院の小領域が存在していたが、これは厳密な意味での両方には当たらない。ラーベンソベルク博領は、現在のノルトベストファーレン州でトモルト行政管区に一致していた。両方後期の領域は、ギュータースロー軍、ヘルフォルト軍、ニーイコールリベッケ軍、ビーレフェルト市にまたがっている。本両方の領域に属す現在の市町村は、以下の通りである。 ラーベンスベルク薄量は面積の上では小さな両方であるが重要性は決して小さくない。肥沃など上に基づく比較的密な入植がなされ、ドイツ西部と北中部との間の交通の便が良い場所にあった。本両方は周辺のベストファーレン地方の市郷、すなわち民伝市郷、パーダーボルン市郷、ミュンスター市郷、オスナブリュック市郷の分岐点に位置していた。 ラーベン・スベルク伯領はこうした不利な状況からスタートし何度も挫折しながらもその領域をゆっくりとだが着実に拡大していった。14世紀になってより大きな両方と同訓連合を形成し領主が政治的注目を別のステージに向けたことで領土拡張は終結した。戦略上また財源としてもラーベン・スベルクは引き続き重要であった。 特にホーエントレルン時代、本伯量は西に位置するクレーベ公領やマルク伯領との重要な仲介者であった。ブランデンブルクプロイセンも17世紀から18世紀にビーレフェルトとその周辺で流星したリンネル産業と交易によって経済上大きな利益を得た。ラーベンスベルク城の防衛党、ラーベンスベルク伯量の基盤はフェヒタ及び ベルゼンブリュック近郊の裕福な貴族カルベラーゲクが1100年頃に、ハレ北西のトイトブルクの森を獲得し、ラーベンスベルク城を建設したことによって築かれた。オットー一世は1140年に、本拠地をこの城に移し、以後、ラーベンスベルククの称号を名乗り、その後継者はこれを引き継いだ。12世紀の間に、旧領地も新領地も拡大し、さらにエムスラン島も獲得した。 これにより、カルベラー・ベンソベルク博は、ベスト・ファーレンで最も重要な貴族家の一つとなり、ミュンスター司教、オスナブリュック司教、そしてとりわけテクレンブルク博と北方の発見を争った。1226年、この両方は分割された。ルート・ビヒ博がトイトブルクの森周辺を治め、兄のオットー二世がフロー島と北部領地を獲得した。オットーは1244年に、 男性後継者を残さずに亡くなり、娘のユッタは、フェヒタ周辺の領地を売却し、エムスラントの領地は1252年に、ミュンスター司教のものとなり、ミュンスター司教の下部教区が創設された。また、フロートは、テックレンブルク博の所有となった。これにより、オストベストファーレン地方に原局されたラーベンスベルクの勢力は下降した。シュパレンブルク上1214年に、 初めて資料に記録されているビーレフェルトは本白領の主流に成長した。ルートビヒ伯は1250年頃までにはシュパレンブルク城を建設し、その後数百年間領主の優先すべき在所となった。本白領はこの時代にもゆっくりと再び拡張を遂げていった。フロートは1270年頃にラーベンスベルク伯漁に服し、 リムベルク城周辺の北方領地は1300年頃、ビュンデも1334年に市中に収めた。こうした拡張は1346年に集結した。ベルンハルト博の死亡により、カルベラーベンスベルク家の男性家系が断絶したので、ある。相続人は、ベルンハルトの名マルガレーテで、彼女は、ユーリヒ家の者と結婚していた。こうして、 ゲルハルト一世が新たなラーベンスベルク博となり、1348年にはベルク博をも兼ねた。ラーベンスベルク博はその後長きにわたって、ベルク博及びユーリヒケと緊密な関係にあった。1380年にベルク公に昇格したビルヘルム一世は、1389年にラーベンスベルク博領を二人の息子に譲った。 アドルフはこれを個人的な権力拡大の基盤として用いただけであったが、ビルヘルム二世は実際に白領を統治し、1409年に縁岸を獲得した。シュパレンブルクに宮廷を構えた白は彼が最後で、その墓所はビールフェルトのノイシテッター・マリエン教会に設けられた。彼の息子ゲルハルト二世白は1437年にユリイリヒ公領及び、 ベルク公領を相続し、ラーベンスベルクはより大きな両方連合内の俗国に過ぎなくなった。1540年頃のユーリヒクレーベーベルク公領の地図1511年及び1521年にユーリヒベルク・ラーベンスベルクは遺産相続によりクレーブマルクと連合し、ユーリヒクレーベーベルク公領が成立した。この公領では宗教改革の思想が受け入れられた。 ラーベンスベルクでも1525年頃からルフ氏、住民たちに徐々に浸透し、1600年までには完全にルター派に改修した。1609年に公爵家が断絶するとユーリヒクレーベ継承戦争が起こった。1614年の相続上げによってラーベンスベルクはクレーベやマルクと共にブランデンブルクに属すこととなった。 30年戦争の間、参戦したほぼすべての両方の軍勢が戦略的に重要なこの地を通り、この地域の城塞は何度も包囲された。1648年の平和条約は、ブランデンブルクに有利な形で領土の拡大をもたらし、ラーベンスベルク伯領は隣の民伝公領と統合されることとなった。1652年に、 ラーベンスベルクは議論の余地がある主張に基づいて帝国とし、ヘルフォルトを強引に編入した。民伝とラーベンスベルクは1719年以降、民伝を主流とする行政統合体民伝ラーベンスベルクを形成することとなった。ナポレオン一世によるドイツの新しい枠組みの中で、ラーベンスベルク伯領は1807年にベストファーレン王国に編入され、1811年に、 その北部と西部が隣接するフランス領となり、残りの大部分はベスト・ファーレン王国の古田県でビーレフェルト・パーダーボルン軍を形成した。プロイセンは1813年に民族解放のための戦争でこの地域を奪回し、象徴的に白領を復元したが、ベーザー側とライン側の間の市民行政の枠組みの中では行政技術上難の影響力も持たなかった。 ラーベンスベルク伯領は1816年に最終的に解体され、その領域は新たに創設されたビーレフェルト軍、ハレ軍、ヘルフォルト軍、ビュンデ軍、およびラーデン軍の一部に分割された。これらの軍はベストファーレン州民伝県に属した。1969年、73年以降、ラーベンスベルク地域は常実の通りに分割されている。 カトリックのラーベン・スベルク学生組合は、1919年に、この両方にちなんで名付けられた。ラーベン・スベルク博は遅くとも1437年には、帝国直下の両方の地位を失い、帝国会議に参加できなくなっていた。この年、以降、有利飛行及びベルク公と同訓連合を形成し、その続国となっていたためである。この連合は17世紀に失われた。 1705年にプロイセンがラーベンスベルク博のためにベストファーレンの伯爵席を与えるよう提案している。しかしこの件に関する帝国最高法院の判断は帝国の終焉まで決定されないままであった。1500年の帝国領土の帝国クライスへの分配以降、ラーベンスベルク博領はニーダーラインベストファーレン帝国クライスに属した。 ラーベンスベルク博の紋章ラーベンスベルクの紋章は銀字に3本の赤い役 V 字図形である。この紋章は本博領の領主家の紋章の一部として常に用いられプロイセンの紋章にも含まれている。現在、この地域の多くの軍や町の紋章の一部にこの衣章が用いられている。例えば、ビーレフェルト、シュペンゲ、ボルクホルツハウゼン、ハレ、シュタインハーゲン、フロートを、 ベルター、ギュータースロー軍、ニーイコールリュベッケ軍などである。ラーベンソベルクには、領主が所有する城塞が5つあった。これらの城塞は、軍事防衛施設であるとともに、白の行政機関でもあり、4つの行政区画は、それぞれの城塞に基づき命名された。遅くとも17世紀末頃には、軍事的な要件に対応できておらず、時代遅れとなっていた。 それぞれの行政機関として用いられた城塞は白白が管理したが、白白はアムトの代表者としてのドロストに過ぎなかった。本白領は各拠点の城塞に基づいて名付けられた四つのアムトとヘリフォルト市及びビーレフェルト市で構成されていた。1802年まではヘリフォルト修道院の小さな所領が両方内に存在したが、それ以後はヘリフォルト市に編入された。 軍隊は、後には城塞に住まなくなった。アムト・シュパレンベルクの軍隊は、ラントドロストと呼ばれ、軍隊筆頭であった。アムトはさらに、北東を代表者とする大漢区から構成されていた。大漢区は、キルヒシュピールと農村からなっていた。本白領は1652年以降、公式には以下の構成で、組織されていた。ヘルフォルト修道院領併合直前、 1801年頃のラーベンスベルク伯領の構成図この構成は時代が違ってもほとんど変更されなかった。17世紀後半までブロックハーゲン境界区は固有の大管区であったが大管区が廃止されブラックベイで大管区に属した。アムトラーベンスベルク、アムトリムベルク、アムトフロートの大管区は遅くとも1722、23年までに すなわち民伝ンンラーベンスベルク行政統合体が形成された後プロイセン王によって多くの職務が廃止される以前にはすでにその重要性は事実上失われており形式上存在しているに過ぎなかったアムトシュパレンベルクでは別の展開があったここは他のアムトに比べ大きかったため大艦区がその重要性を増していきこのため住民たちはこれらの大艦区を アムトと呼ぶようになった。こうして、本来のアムトであるアムトラーベンスベルク、アムトリムベルク、アムトフロートーとクアジアムトであるベールター、ヘーペン、シルデシェ、ブロックハーゲン、ブラックベイでエンガーのアムトマンは、任期の6年間にわたり国あり地、水車、十分の一税などの収入を手に入れた。この他に、初級裁判所における、裁判権やアムトにおける、警察権をも掌握した。 1723年以降、新たに創設された二つの別力が重要な機能を拡大させた。これは、1733年に創設された二つのラントラートに対応している。ラーベンソベルクにプロイセンの他の地域と同様に暗い巣を設けることは断念された。ラーベンソベルクでは、アムトリムベルクとアムトフロートから一つの別力がアムトシュパレンベルクと、 アムトラーベンスベルクからもう一つの別力が形成された。ベスト・ファーレン貴族の紋章図鑑に描かれたラーベンスベルク博の紋章をカルベラーゲ博から発し、1252年まで東博領を領した。ラーベンスベルク博ゲルハルト2世1348年から1395年までは、ベルク博との同訓連合1437年からは、 ユーリヒ・ベルク公との同訓連合1521年からユーリヒ・クレーベ・ベルク連合公領の領主、1609年から1614年はユーリヒ・クレーベ継承戦争ブランデンブルク選定公、プロイセン王ラーベンスベルク博領廃止後もプロイセン王はラーベンスベルク博の称号を最後のドイツ皇帝ビルヘルム2世が亡くなる1918年まで保持し続けたありがとうございます